オンラインで開催されている今日のセミナー、画面の向こうで話を聞いているのは各自治体のトップたちです。県内43の市町村が参加した自治体 DX 推進トップマネジメントセミナー。デジタル技術を活用した業務の変革などを進める上で、まずは行政のトップや議員に理解を深めてもらおうと初めて開かれました。デジタルというのは人類のインフラになったんですね。デジタルというものは水道やガス、そういったものと同じようにインフラになったというふうに考えてください。セミナーでは新型コロナによって進むリモートワークなど、デジタル技術を使った働き方の変化や業務の効率化などが紹介されました。発想をこう切り替えて、身近なところから取り組んでいただくと、そういったことが必要だと思いますので、今回そういったことを講師のお話からお感じいただけているのではないかなと思っております。